今日こそは、うん、西浦は攻略してみせるという。そう。ああ！ジャグラーズムービー。今年の夏公開。さあここです。ここが大事なんですね。このバーナーと大事よマジで。この後、まあ100ちょいまでマジでチャンス。ね。まあできればクレジットないね。でも台がねもう光り方覚えちゃったから。そう一回光っちゃったから。そうそう。一回光っちゃったらね、また光りたくなっちゃうんですよね、台は。わかるよ、一回覚えたらね、あれを。もう忘れらんないのよ。でもこれ確かにいろいろあるような打ち方、託す人もいるんですよ。いますね。ここを思いっきり。やってみようか。あのね、ジャグラーっていろんな楽しみ方あるんで、こういう風にね、カードで、こういう風に、何北海道でタイマー育ててる人プライベートオカノだよ。普通のプライベートオカノだよ。なんでちょっとかっこよく言ったのプライベートあえ変な滑りだったぞ。で、これね、俺が好きなのはちょっとだけこうやってくんですよ、すると薄く光る。光が漏れてね。いくよ。あ、ダメだね。ダメですね。ダメだね。ダメだけどちょっと気になる。あ、ダメだ。ダメダメダメ。直入りというんですか。直入りね。まあ、いわゆるそのチェリー以外の普通に。おお、福島。おお、いや、いいね、面白いね、面白いね、面白いよ。バーに8万。絶対バー。またかけた。バーに8万見せる。バーに。え、ちょっと待って、さっき俺バーに8万見せる。あ、見せる。そう、バーに8万見せる。見せるのね、バーに。じゃあビッグだ、じゃあビッグだったら8万もらうね。ビッグ、あー、やったー、やったー、終わりー、終わりー、首。ジャグラージョークじゃない。ビッグ、ビッグだと助かるね。あー、いけ。8万持ってない、見せたいけど8万。うわー、お化け。あ、出た出た、醜悪な生き物、お化け。いやでも僕と同じ展開だもんね。そうそう、お化け、お化け、ね、お化け、お化けでビッグがついてきた。化け化け。まあまあ、このジャグレンとこのゾーンを抜けないというのが大事ですからね。そう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 。だからバーでもね、そんな悲しむ必要はないの。まあ、ブドウだからもうトップは絶対に。あ、あー、おお、ビッグお願いします。ババ頼む。おー、あー、ありがとうございます。すごい、やっちゃった。いきます、いきますよ。いけ、やはりは全然いいのよ、褒めてこ、どんどん、でもこれ、あー、うそー、 3ゲームよ。ほら、あ、あるんじゃない。でもうわー、これがモグラー、アイスが出てくるよ、アイスが出てくるよ。じゃあ僕のね、あのおすすめの打ち方、逆押し。あ、逆押しね。逆押しは皆さんここでこの7の塊をここのここら辺に狙います。でこの時はまあブドウかな、これは。あ、なんもない。でまあとりあえずこれでしばらくやって、リップの時は、チェリーの可能性があるんで狙ってください、はい、こういう風にですね。そんぐらいですね。あとは適当に揃うんで、でリップ転廃だけ狙 う、 うで、これを繰り返す。たまにこういう目でも光るんですけど、この目から光ったらもうビッグ確定です。7が滑って7下段から、ね、そうそうそう。こうやってね、出目でも楽しめるっていうね。う、いや意外と楽しみ多いよね。そうなんですよ。ああ、変態みたいな。なんだ変態みたいなって。変態だと、変態みたいな触り方。今の何、今の。何だよ。これ楽しみ。やめて。なんでだよ。本当に。お前もやれよ。お前もやれよってなんすか。お前もやれ。なんすかその。一人だけ変態だとなんか嫌だから、お前もやれ。地元の先輩が悪いことさせるみたいな。お前もやれよ。お前もやれよ。ほら。ダメですよ。ほらお前も。あ、変な止まり方した、僕は押すの早かったんですけど、ここにベル来てベルこぼしとか ありそうだな。あ、なんもね、怪しいな、なんか、ないか。いや俺が多分早く押しただけだこれ。
ねえな。あー、さっき出た。変態の後、さっきの変態が繋がってんすよ。いやいや、変態が本当はあそこに光ったのに変態だから光んなかったそうかそうか、台が嫌だ、台が嫌だ、いやゾーンだよ、ほら、あー、やっぱりね、200から230いくよ、いくよ、いく、いくよ、あー、バケーバケ先行、肝打ちはやめましょう、肝打ちはね絶対ダメよ、知らない隣の人の顔見ながらねえ、そうそう、もう天才のこの人殴ってくる、殴りながら殴ってくる、なんだよ殴るって、私を殴るんです。あ、わかる、あー、あー、びっくりした、おーい、本当に本当に、こっちから行っちゃう、あー、多分分かんない、分かんない、あー、やだ、どっちどっちどっち、絶対バーだ、いや、下下かもしれない、いくよ、いくよ、あー、もう、あー、やだ、あー、お前千斗くん、千斗くん、千斗くんじゃねえよ、千斗くんじゃねえよ、ふざけんな、何今、お化けだよ、お化け、お化けですか、お化けどうなってんだよ、これお化けがもう、化けめっちゃ出てるっすよ、二人とも、これね、ビッグ多い、4号とかになってきたらね、そう、ただの6ですよこれ、俺ここ来てこれあったら絶対やるもんね、え、やだな、今日競馬やめてこっかな、こんだけ言ってうん、ちょっと俺ごめん、ちょっとジャグラー掴んじゃったからっつってジャグラーの6ね、うん、ちょっと黒幕と2人でやってくれる。ジャグラーはそういうなんかもう歴史もある台なんで、そう、なんか変にそういう、ね、あーあー、びっくりした、え、何？ピエロ？ピエロリーチ？どう？なんか怪しいよこれ。あ、チェリーね。チェリーだよ。どこ見てんだよ。どこ？視界こんぐらいなの？視界こんな？ここしか。視界こんなんなの？あなた。ピエロのチェリーってペカりましたっけ？ピエロ付き、ここにピエロいるチェリーって。いや、わからん。ペカんないでしょ、ここにピエロいたして。なんだお前、じゃあペカらせて見せるよ。いくよ。いいですよ。ほら。真ん中ピエロのチェリーって光んないんじゃない？そうなの？そんなんあんの？確かあんまないか、なんか真ん中ピエロでチェリー、あ、おー、びっくりした、ほら、わ、これが呼んだのよ、真ん中ピエロので、俺も光る、これ多分、あ、どう、あ、どうぞ、90、そのまま揃えますもん、はい、いけ、7だ、いやー、いや、これあるあるある、いいよいいよいいよ、これね、なんかジャグレーンの始まりな感じする、いいですね、で、しかもこのギリでかかってくれたから素晴らしい、いや、残ってくれましたね、土曜日は、ありがとうございます、危なかったね、危なかったです、結構飲まれるパターンが、これね、100超えてたらもうほら下からもう何もなかった、見えてたんで危なかったです、そういう台やりたいよな、まあ、まだまだ、まあ、ね、おーおーおー、リーチ目だ、出た、下品、そう、リーチ、下品、嫌い、嫌い、やめてよ、これダサい、お母さん、いけー、あー、いや、すごい、すごい、いいですね、朝は死ぬかと思ったけどな、いや、そうですよ、朝一よ、で、あー、やばいよ、これがビッグだったらもうえらいことになる、これがビッグだったらね、もうモグラ今日有馬禁止、有馬禁止、あー、禁止なの、モグラが箱使う時は来るかも今日、まだ、あれ、まだこれでもね、プラス行きでしょ、もういや、プラスプラス、やめてそんな欲しそうな目しないで、欲しそうな目した方が当たんだよ、当たってないじゃない、欲しそうな目をしてあんたが一回も光ってないじゃないですか、もっと受け入れろよ、そっちが跳ねのけるから当ててくんないんで、誰か、こっちが受け入れたら光るぞ、あれ、そっち、そう、本当すか、もっとお前もなんかトロンとした顔で見ろよ、こっち、いきますよ、本当に嫌だ
本当に気持ち悪い。どうしよう。あ、どうしよう。あの、これ映ってるのかな、ちゃんと。本当に気持ち悪い。サメって言われたら、まあ、あーみたいな。全然フグもありえるし。あー、もう狙っちゃうよ俺。どうぞ。いやー、でも挟むとバー止まった時点でバーなんですよ。まあね、このやめよ、ここにならなくちゃうと。そうそう、行きます、頼む。あー、バッカ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 、あー、バカだ。まあね、本当はね、閉店まで行きたかったですけど、今日は大事なイベントが控えてますから、もうね、年の瀬師走の G1 が控えております。もう国民的イベントですね。ちょっとだから人生が変わるんじゃないかとは思ってますね。私も思ってます。今日で岡野さんが今41です。41で止めてるんで、41で止めてるんで、まあ、逸郎、僕のお父さん逸郎って言うんですよ。逸郎さん、だから126まで、はい、41から逸郎まで回してやめました。大泉逸郎さんと同じ名前のそうそうそう、孫の人ね。孫で有名な、孫でのみ有名な。いや、そうだ、もう本当にこれ時間がなくなっちゃうんですね、こうやってやってると。そうだよ、行きますか。そうだよ、行きますから。もういいんだよ、もう一睡みたいなやつ。行きましょう。OK です。じゃあ、はい、岡野さんがね、陽一から陽一から、逸郎お父さん、お父さんね、お父さんの元に帰ります。やだよ、四十にしてお父さんの元に帰ります。お父さんの中入りたくない、玉の中に入りたくないのよ。お父さんの玉に帰る時が来ます。今日はメダル、メダルですが、陽一が玉になる時が来ました。玉好きの陽一が玉へ帰る。お母さんとお腹の中にいたんだよっていうのは、うん、みんな認識してるのに、うん、お父さんの袋の中にいたっていうのは絶対認めたくない。あれ何なんでしょうかね。いやいや、分かる分かる、絶対認めたくないんですよ。確かに、お父さんの袋の中にいたことは。もしかしたらこれもお母さんの腸って言ってるけど、ええ、お父さんの玉の玉の裏側やだよ、玉の内側の色かもしれない。玉の、うん、やだけどそれが現実だもん。そういうこと。そう、じゃあだってお母さんの腸の色なんて見えるわけねえんだもん。これお父さんの玉の色だ。すいません皆さん、お母さんの腸の色って言ってましたが、そう、お父さんの金玉の色です。内側から見た金玉の色ね。お父さん待っててね、もうもうちょいで帰るからね。長い間40年留守にしてごめんね。だからリアルに、パチンコ屋とか行ってたかもしれない、生まれる前に。そのたまに連れてってもらって、たまに乗せてね。それはパチンコ好きなわけだ よ、 そうよ、みんな。なんか社会勉強になったね、やっぱジャグラーはすごいっすね。いや、そう、ジャグラーやってなかったら、ね、これにも気づけなかったから。なんかこう全員が目を背けてる現実じゃないですか。なんか信じたくないみたいな、そうとこもあるかもしれないけど、みんな、だからそう考えると、なんでその金玉の中にいたやつら同士で争ってんだってなりますしね。いや、そうそう、なんかみんなそう思わないと。そう、いや、なんかね、めちゃめちゃ怖い先輩とかいても、 そいつも金玉の中いただけだから、なんで金、そう、なんで金玉の中にいたやつがなんか切れてんのってなりますもん。そうそう、いや、金玉の中にいたのに。うるせえよ。お前金玉出身だろ。そうそう。さあ、いよいよ私がお父さんと一緒になる時が来ました。お父さんと一つになる、 お父さんの元に帰る時が来ました。来ましたね、逸郎、逸郎の元に帰る時が。さあ、もうさあ、行きます。逸郎です、最後です。僕はもうこれで持ち玉もぐらあげてやめます。逸郎、はい、最後の、お父さん40年間留守にしてごめんね、ただいま。お父さん無事帰還しましたね、ただいま。いや、なんか悔いはないです。
悔いはないですね。この音がいい。金玉の金玉の音。今のなんかもう金玉の音にしか聞こえないよ。金玉の音。金玉の音です、今のは、今のが金玉が膨らむ音です。ということで、今日はちょっと短いですけど、ジャグラーの会、はい、終了。初めて打ちましたけど楽しかったですね。いやだって2人で合わせて、ね、すごいよ、モグラ44、これすごいな、また偏りだな、偏ってますけど、でも16回2人で16回ペカってるんで、この短時間ですごい、3時間もう打ってないぐらいですもんね、はい、ということ で、 すごいですね、終了でございます。クズパチエンディングでございます。はい、ね、はい、なんか良かったっすね、良かったっすね、何だろう、やっぱりなんかジャグラーと向き合うというのは己と向き合うことと言いますか、本当になんか、もう本当なんか生まれたこととはみたいな、そうです、ね、話になりましたね、なぜかその生命の話になってしまいましたから、もしかしたら全カットかも知らないですけど全カットされてる可能性もあるかもしれないですけど、ありますけどね、もうそこに気づけたっていうか、そうです、カットされて何のことか分からない方もいるかもしれませんが、我々は生命の話をしていました、ずっとジャグラーの前でね、なんかね、正直になっちゃうのよね、なんか、そうなんですよ、あそういうことかみたいな、嘘をつけないんですね、そう、もう言葉も選べないんですよ、あのオンエア投稿とか考えずに、そのずっと俺たちはその金玉の中にいたんだなっていう話を、ね、いや、しかもこれ汚い金玉の話じゃないですよ、そうですよ、全員綺麗事を言ってたんです、そう、はい、本当はまず親父の金玉の中にいたんです、そう、これは事実なんだから、 そこからお母さんのお腹の中に行ったの、そうね、はい、だからこれもでもキャメロン・ディアスとかは違うんでしょ、キャメロン・ディアスとそうですとかいうね、あの話をしてたんですけど、カットされてるかもと思って今もう一回言ってるんです、そうだからあっちを使ってたらこっちはカットしたいし、こっちはもううまいことね、記載がやるから、ね、金玉の中にいたやつがやるからというわけで、じゃあ行きましょう、結果の方見てみますか、はい、行きましょう、はい、じゃあ結果の方はこちらでございます。まあでも負けましたか、負けたか、負けか、負けたか、でも2人でこの、はい、今日ちょっと短時間だったんですけど、当たりは10何回いっても14回か、16回です、やばくないですか、はい、16ペカ16ペカやってんだよ、まあ、だからその分十分楽しいというか、これ1回でもビッグだったら、そうそう、まくってんのよ、まくってるんだ、あ、まあ、プラマイゼロになってんの、あ、そうですね、そうだから、バケが2人で10回あったんですよね、そう16回中そうな、俺2の6ですからね、今日2の6の4の4なんで、それが1回でもビッグだったらプラスだったっていう、そう考えたらやっぱり皆さんジャグラー遊びやすいですよね、うん、いやマジで、しかも己と向き合えるっていうのがとにかくでかいんで、やっぱなんかね、僕もね、今日ジャグラー打ってよかったです、本当、やっぱその、うん、分かる分かる、スロットの楽しさっていうかね、なんかおごりとかもなくなってくるね、根っこの部分がね、やっぱり楽しめたっていうのはよかったですね、そう、はい、次回は、うん、もうちょっとあれを打とうかな、なんちゃってあれってたり引いて、すいません、ちょっと今、あ、今出てたね、出てました、今出てたよ、なんかね、次回はヤシオみたいなんで、はい、ヤシオで、うん、あの対決と思ってます、はい、もう何のヒントか分かんないですけど、皆さん、そういうことです、ちょっと次週、次週ね、また明らかになりますんで、はい、はい、お楽しみに、お楽しみください、はい、ということで今から行きますか、行きましょう、アルバ記念、アルバ記念だ金持ちだ、俺たちはもう金持ちになるんだ、どうも今日で、ねえ、どうも金持ちの人間です、どうもこういう顔してます、金持ちは、お願いします、金持ちの歯です金の色がしてます、いやそうか、茶色い 金というか、金というかね、あ、まあ行きましょう、行きましょう、どうも、じゃあありがとうございました、またありがとうございます、ね、おい、みんな金玉から生まれたんだから、ね、そうだ、よし行こう、それは真実だから行きましょう活動